確かにキレはすごいんですよ。こうやってるっていうまっすぐといいかもしれない。うん、顔面なしなんです。あなんかあれあるんですか、その回るコツみたいな。さっきあります。回転系の技の重心の持っていき方とか、なんか回り方がすごい上手いと思うんですよ。ありがとうございます。なんか意識されてることは、肘が体から離れないことです。結構こうこうやってやっちゃったりとか、はいはい、するとこう後ろ回しとかもこう、はい、すごい体が戻っちゃうんです、ね、こう振り回すと、はい、振り回すから戻っちゃう。その時にぐらついちゃう。右手と右足、左手と左足がずっと同じような角度になって、そのままこうずっとめっちゃ綺麗。めちゃくちゃかかと中心で回るようなイメージがあると、そこがまっすぐになるので、そうなんですよ。で、相手の真ん中を突っ込めるというですかね。で、その時に手がこう開いていると骨盤が向こうを向いちゃったりして、こうやって。なるほど。そうですね。で、まあ、態度では足で止めたりはしないんですけど、後ろ回しがしたら、こうやって止められちゃう。ハーブで？え？そう。とか、これが膨らみがあると止められちゃうじゃないですか。あ、なるほど。そうなんですよ。ああ。はい。なるほど。で、膨らまないで、こう打つ。膨らまないで。あ、もうここまでギリギリ で、 そうです。もう真後ろに蹴るぐらいのイメージで。本当に打つんだったら、こう、まっすぐ。うわ、いや、刈り取られんの。 100% もろとるわ、今の蹴り。かかとなので威力もあって。かかとなので威力もあって。危なすぎるでしょ、それ。いや、かかとなので威力もあって。危なすぎるわ、この人。そこだけ切り取る。怖すぎるわ、ほんま怖いわ、やっぱ。でも何でも何がでもな、ケニーもらってくれ。いや、スロットもらわれちゃう。いやいや、ケニーもらわんでええやろ、これ。フルコンギは？え？フルコンギは？いや、フルコンギは聞くやろ。あじゃあないやん。ヤミアマチチャンネル今日の。いや、見て、ヤミワッハないなぁ、思って。だってもう途中から習ってしまってる。無理やわ。このレベル無理。うさんくささゼロやん。ゲームでちょっとわからんやね。うさんくさいな、みたいな。で、実際もらってみて。で、うさんくさないな、はい、痛い。中野生徒の動きって、もう痛いやん、どうなって、もう見たら。卓越されてるから、ね。いや、あかんわ、これは。いや、絶対あかんですわ。でも、体を一回畳んで開くみたいなのは結構コツだと思います。フィギュアスケートみたいな感じ。あ、そうですね。この、こういう感じでやるっていうんですかね。一回畳んで、スッスッ。あ、そうすると、こう、やりやすいと思います。手も伸ばすんですか、その時は。伸ばさなくてもいいんですけど、やっぱりこう立っててここにあると前後のバランス悪いじゃないですか、はい、でこれって前後のバランスいいですよ、はい、これも前後のバランス悪くてなので、ここからここに持っていくとバランスいい、はい、これと一緒なので。ああ、なるほど、なるほど。あ、すみません、真横から見た時に前後のこっちに、例えば後ろ回し下手な人ってこうやって、はいはいはい、あっちっちゃいですよね。もしくはお尻がこっちにいてこうなる、はいはいはい、頭がこの位置、腰もこの位置で、はい、打っとき。あ、なるほど、こういう風に変えて、あ、そうです。こっからだからこっち向きにこう変わってるってこと。あ、そうです。あ、さすがです。なるほどね。この骨盤がそのままこの向きそういうことですよね。やってる。はい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 。あ、そうです。そう簡単じゃないですよ、ねね、ねやるのは、やるというか理論はね、わかるけど。結構練習って1、2、3とかでやっちゃう。あ、やります。1、2、3。むちゃむちゃそうやって教えてますわ、それで。それを1、1、1です。で、それ全部1で受けるので、1、1、1。そうです、そうです。あー、なるほど。いいこと聞いた。はい、結構全部そしたら1になるので。へー。結構月の1と同じような感じでやります。1と1変わらないような感じで。だから早いんだ。はい、後ろ回し教えましょう。じゃあ1、2、3。そうですね。アイデア1で足入れて、2で相手を見て、3で蹴りましょう、はい、自分蹴れへんのね。そう。先生、あと最後、はい、絡みつくやつ教えてほしい。あ、絡みつくやつ。態度ならではの。絡みつくのはですね、あの首絡みと胴絡みと足絡みが。首絡み、安全なのは胴ですね、はい、胴をこう絡む、倒す、倒すみたいな感じなんですけど、まあ、これ後ろとか前とかいろいろありまして、まあ、今こうゆっくりです。で、怖いのは足です。足絡みはすごい怖いの。うわー、やばいわ。これはやばいです。トレーナーの方は戦慄が走る。どうやばいんですか、今の。ですね、
ちょっといいですか、はい、ちなみに左の膝グラグラなんでやってください。狙ってください狙ってください。大丈夫ですよ。態度の場合って、まあ、いろいろあるんですよ。中段構え構えてるときに相手のこうどこが重心崩れそうかなってなんか差がしたりもします、はいはい、人これは人によるんですけど、で構えとかでこっちだったら崩れやすいみたいなここだったら崩れるかなみたいな人それぞれありまして、ああジェンガみたいなもんですね。そうですね、ここですねみたいな反応するよでこれがこうちょっと動いたときに踏ん張ろうするんですよ、はい、踏ん張ろうしときに逆にのそうですね。でこれはでもまだ曲がる方の優しい側で、これだとやばいです。でこれがこうやって今みたいにこう回れれば曲がれるんですけど、回れなかった時はこっちに行くので内側の靭帯がありましたね。内側と前十字が結構この、危ないですね。態度は別に怪我させるっていう目的ではないので、はい、ちょっとこう締めたり決めたりというより転ばせるみたいな感じなので、横向きになってる時に絡んで足を使って倒すみたいな。これがちょっと意地悪くするとこういう力を使ってちょっと押すんですね。はいはいはい、でそうするとずれる。うわ危ない。危ない。待って待って待って。ちょっとみんな嫌だと思います。ですね、僕も膝の靭帯4回5回損傷してるので、こういうのはもうやっぱりめちゃくちゃ怖い。これそうですね。やばいっすね。やばいです。なんて危険な技があるんですか。そうなんですよ。鳥肌立ちまくってるわ。だってもう人を壊しに行く技っすよ、ね。いやマジで。でも態度は人を壊す技じゃん。そうです。そうですよ。安全ですよ。なんてことをおっしゃってるんですか、本当。はい。倒して転ばせて制したら、まあ一本みたいな。あ、そうなんですね。帯って何段階、最初は白帯から。白帯からですね。もう白帯みたいになってますもんね、これ。そうですね。もうこれ。人生白帯です。何をおっしゃるんですか。これ道場生がくれたんですね。はい、くれた時に、私の先輩で、帯がこう、真っ白系でかっこいい人がいたので、はい、私その人大好きなので、はいはい、それに多分まつわって同じ帯にしましたみたいな感じで、でああやって叩いたり、あと僕ら前転とかするので帯がこすれちゃう。あ、こすれるんですね。そうなんですよ。黒帯の人の僕目標はすごく憧れます。その白くなるっていうのはやっぱ前転だっていいんやけど、皿やないか。キラキラしてるんですよ前のやつだってあれやろ、あのヤスリで削ってたやろ自分言うなヤスリでこすったりするんですか。いや、しないですよ。してないや。してないよ。もう言うわ、ほんま。やってましたよ。やってないはい、ということで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。闇を暴く人、間違えました。間違えました。ほんまに、もうそもそも分かってたんですけど。いや、分かってたっていうか、動きをね、現物で見たらあかんわ。間違った人に絡んだら怪しくもなんともないじゃん死ぬやん、あんなあんな身体能力上がんないったら自分の子供にもちょっとやらせたいな思いました。ちょっと思った、うん、でほんと身体能力はすごい磨かれると思います。へー、ということで、はい、今日は終わりたいと思います全然やめ余っていや全然余りませんでしたすいませんすいません、謝ってもらったすいません何の動画やねんってね、お前役に動画やですよ。いやほんまね、はい、いやもう無理やもうあれ、いや怖すぎたわ。じゃあ先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。では先生のチャンネルでもコラボ動画上がってますんで、そちらも見ていただければと思います。では、さようなら。